二宮町は、栃木県南東部に位置し、羽賀郡に属していた町。町名は、二宮村徳にちなむ。2009年3月23日、茂古市に編入。木川河佐岩に位置し、茨城県と境を接する。町内には他に五行川、古海川が流れている。二宮の地に人が住み始めたのは、縄文時代、土器や石符などが出土。 古墳時代の豪族の墳墓が各地に見られ、当時大和朝廷の支配下に置かれ、物延部地区は物延部市の領地であったことが伺える。平安時代後期、平野正門の乱で正門を討った藤原秀里が下野守に任じられ、その一族が下野国において勢力拡大。秀里の子孫の小山正光の次男宗政が1八8四年、長沼地区に 長沼城を築き、長沼聖を名乗る。戦国時代には、下立城主、水谷番流祭が、久下田地区と隣接する筑生市樋口に、久下田城を築城し、木綿式を奨励するなど、後の久下田町の基礎を築く。江戸時代、猛賀藩、下立藩、土浦藩、笠間藩、小田原藩などの領地となる。江戸後期の1823年、二宮孫徳が、 小田原藩主、大久保忠実より疲弊し、荒れ果てた桜町の再興を命じられ、桜町に赴任する。以後26年間にわたり、桜町を拠点として、周辺地域の復興に携わる。町内には、西から絹川、五行川、古海川と三本の一級河川が南流している。二宮尊徳が26年間過ごした、ニに跡が、史跡。 桜町人屋跡として国指定の史跡になっており、周辺は史跡公園として整備されている。尊徳資料館が隣接している。また、浄土新州の海祖として知られる新蘭が建立した泉州寺があり、こちらも史跡高田山泉州寺境内として、境内全体が国指定の史跡となっている。独立行政法人情報処理推進機構の 自治体におけるオープンソースソフトウェア活用に向けての導入実証に参加。2006年2月から役場内の事務用パソコンの OS を他の観光庁、自治体との間でのデータ交換に用を除き、ほとんどすべて Windows から Linux に移行している。またこれに伴い、オフィスソフトやメールソフトなどもオープンソースソフトウェアに移行している。イチゴは 平成元年から17年連続日本一を誇り、生産額は50億円を突破している。400世帯の農家により、年間4800トンの収穫量。主力商品は、甘みの豊かな、土地乙女である。名称は廃止当時のもの。現在はすべて、儲かし率。祭事、祭事。ありがとうございます。